こんにちは。今日は実は沖縄は海開きです。と言ってもね、恩納村の、ビーチの一つ目がですね、一つ目っていうのは言い方も変だな。恩納村にある、まあ、ホテルのビーチが、今日海開きで、ちょうど今頃かな、花火とかやってるらしいんですけれども、はい。実は今日沖縄雨です。はい。今も曇っております。最低気温16度です。泳ごうと思って水着なども準備していましたけれども、風治ったばかりの寝坊がね、はい、間違いなく風ぶり返すだろうなということで、海開き行くのは、まあ、今回は諦めたわけですけれども。で、何しようかなと思っていたら、ローソン行ったら、はい、なんかね、やみつき鳥とかいうやつが、はい、なんかね、発売したばかりで、店員さんに勧められました。というわけで今日これ食べてみようと思います。なんかね、鶏肉好きなんですよね。というわけで食べてみると、うまい。うまいです。ね、胡椒のピリッとした感じと、あとニンニクの実はね、これ開けただけで、もう部屋中ニンニクの匂いすごいです。っていうくらいに、まあ、ニンニクが効いてて、で、胡椒のピリッとした辛さと非常に合ってですね。確かにこれ、ビールと一緒に食べたらすごい進むかもしれない。で、ビールでなくても炭酸系のジュースとかね、コーラとか、すごい合いそうな感じですよ。うん、美味しい。うん。もう肉汁もいっぱい出てね、確かに病みつきになりそう。実はね、ローソン行って、もうレジのところで見たらね、物が買ったら残り一つになってまして。うん。というわけで、やみつき鳥、おすすめでございます。もしよかったら、チャンネル登録、お願いします。それではまた。